本当に5月休むのもう、まあ、仕事は全部休むってことでした。まあでもさ、なんかその、あるじゃん。なんか打ち合わせとかさ、まあ、公式放送への出演とかさ。でもそれってもう明確な仕事じゃん。でもやりたくなったら配信はしてよくないっていう理論があるんだけどさ。でピザはもう休むって言ったの。 別にまあ3週間ぐらいでも一回ちょっともうすべての仕事を休んでちょっと落ち着きたい一回仕事全部一回もう本当にすべて一旦休んであのー、ポケットしたい なんかお前なんで仕事してんのマジで分からん仕事したくなくて YouTuber 始めたんだけど30まで仕事ばっかりしててくだんねえっつってやめて仕事してたんだけどやっぱなんだかんだでそういう人生から逃げられないんだなでも5月12日なんかにピザラジあるでしょそこまでは出るよ11かこっから だ25のピザとこの辺に入ってるあのこの辺の予定はもう何にもない <laughs> でもさ3週お前3週間ずーっとボットはできねえっぺよゲロちゃんがお前とペクスしたかったペペクスしてねえからセックスしない <laughs> 逆にいつ仕事してるの配信もやらずに遊んでるイメージしかない <laughs> そうだよな なんか仕事って別にトピックとしてさ、みんなで話すことがないんだよな。なくないあのさ、じゃ例えばさ、なんかの案件を受ける受けないにしても、俺一回話聞くっていうのね。しかもちゃんと俺の目で。 どういう人がやってて、なんか、どういう、ね、ものなのかみたいな。法人化して雑務をシャークがやってんのかもう、めっちゃ大変だった。それも、まあでも姉ちゃんのおかげだからな、あんまり、いや、でも、ようやってくれたわ。役員報酬の値段を決めなきゃいけないとかさ。 そういうのもすげえ大変んかすとてつもない文章送られてきたよ <laughs> まあそれはおいおい話していこう <laughs> ちょっと前までの布団が霜降り明星の粗品のしゃべり方に似すぎつってマジでキモかったけど絶対そんなことないわ「キモ!」とか言ってたあいつ <laughs> 絶対違うたまたまなんか語尾が例えばその言葉尻何が似てた マジで言ってた?マジで「キモって言ってたキモーだよ!」って言ったら「うなちゃんマン」じゃねえけん。